皆さんこんにちは。 IT ビジネスアナリストの深田萌です。今回も引き続き稲村弘法先生にお越しいただきました。そして今回のテーマは郵政民営化、これが失敗だったんだぞ、小泉こんにゃろーみたいなところをお話したいと思います。よろしくお願いします。私は個人の政治家をけなしたりとかそういうことはしませんが、その構造改革論というのはですね、デタラメな論理でですね、別名その新自由主義とかいろいろ言ってますけれども、これもコロナ禍の中で認識だったというのはバレたんですが、その最も大事な改革だと言われた郵政改革はですね、見事に失敗したと、私は人生かけて反対だとこう言いましたから、そういう意味ではちょっと口あばったんですが、私自身はある意味で予言者みたいになった感じでですね、先生だって自分のポジションかけてましたもんね。幸せになりました。幸せだということは自分の主張をするというのは、ある私の先輩はこう言ったんです。稲村君なんでそんなに反対するんだと、少しは自分の生活を考えたらどうだと。なえて私は天下りで引き受けてくれる会社なんかどこもないですからね、ですから、普通だったら天下りして、当時の総理大臣の言うことはいはいと聞き取ればね、天下りして今頃ね、車3台ぐらい持ってね、行ってるハイサラリー完了、そうですが、私はそういう人生はノーだと、ノーサンキューと言いましたので、自分で選んだことですが、郵政が失敗して本当に悲しいことですけれども、私自身はです。郵政の創業したのは前島密かという人でですね、明治4年に創業したんですが、この人は何を目指したかというとですね、日本の独立を目指してやったんです。そのために、外国の支配されるのは嫌だから、郵便制度というのを作るべきだということでですね、やったんですよね。でそのすぐ郵便貯金制度も早くやりました、あと還付というのはですね、簡易保険で簡単に、貧乏な人でも入れる、当時も社会政策としてですね、病院に行くことができませんでしたから、ありてに言うとですね、葬式代が出ない、これをやるために還付の宿というのは大出されて、私郵便局長やったことあるんですが、その時にはですね、ご主人様があるところでお亡くなりになるとキャッシュをですね、保険に封筒に入れて持ってきます、だいたい奥さん泣かれてね、私すかさずですね、これはお父様がやっていたおかげですと、で子供さんを学校に出せます、葬式代出せます、こういうことで、もう次はですね、もしお金が余ったらまた郵便貯金に入れてそれでも余ったら簡易保険にぜひ入ってください、と言ったら、これを拒否する人はほとんどいませんでしたね、でしたが、今度のようにその民営化してからね、なんか認識して募集したとかね、そうすると私は本当に情けないなと。そうですよね。だからやっぱり還付が一番安くて安定的な、保障が得られる保険として非常に素晴らしかったのに、それが今ちょっとダメになりつつあるっていう。そうですね、財産を大きくして、還付というのは長いスパンの中で投資していって、リターンを求めていって、帳尻を合わせるんですが、第一その認識するようなセールスマンが増えたと聞くとね、がっかりですね。その本当に実直でね、昔はね、その還付の優秀なセールスマンはね、年賀はがきとか全部自分で買って出すんですよ。で会社が出すわけですね。でさ、信用があって、私も実習したことあるんですがね、東京の下町でね、その三味線のお師匠さんがいるようなその小さな、下屋の上の長屋をね、配達でちょっと失礼しまして、政治複製帽をかぶってると、入れてくれるんですよ。でそういう営業を していたんです。ところがそういう人たちは、稼ぎも良かったからコストだと思っちゃったんですね。でそういう人たちを、優秀なセールスマンだけをクビに採取して、残った人ちょっと失礼ですけど、そういうただその利益だけを求めたっていうのが失敗なんじゃないですか。短期の利益、先ほどその前半で60年の減価償却と言ったんですが、長いスパンでものを考えられることができなくなったんじゃないでしょうかね、ですから投資で、長い投資でちょこちょこやって儲かるやつと、一挙に博打でやるというのとの思想的な差があるように思いますね、それで、例えばオーストラリアに対する、
トール社という、運送会社を買って今、表に確定した、損が4003億、はい、あと総額投資したのが6200億追い貸ししたのが2200億と言われていますので、約8400億は損をする可能性が出てきていますけれども、これも誰も捕まってないし、なぜそうなってるかも明らかになってないし、そうですよね、その金がどこに回ったかも明らかになってない。8000億規模の損失が、その今の、日本郵便の投資先で起こっているということですよね。 それはですね、私はこの前オーストラリアに電話で取材しましてね、これはどうしてそういうのになったんですかと、その、はい、株を日本郵便に売った人に聞いたらですね、はい、49% のプレミアムをつけるというのをオファーがあったのは日本側からだったと、うん、だからみんな喜んで売ったと、うん、その会社自体デタラメな会社だとみんな知ってましたから、寄り合い状態でね、大した経営者もいないし、うん、やってたから、それみんな喜んで売ったって言うんです、うん、であとですね、オーストラリアに乗り込んでいって2000人首切りしたの。でその時は、うん、日本人ってのは会社を買ってすぐ首切りするのかといってみんな驚いたんですよ。ですからそういうこともあって、そういうことも日本ではどういうわけかあまり報道もされないしね、追及もされないし、この前週刊ダイヤモンドという雑誌がありますね、これ郵政消滅という特集を出したんですね、私はおかしいなと思ったんですが、その会社はトール社のことはあまり書いてない、書いてなくてね、最後に竹中平蔵さんの論説が載ってたのびっくりしましたね。ですからね、なるほど、郵政が損したのは竹中平蔵氏のせいじゃなくて、他の経営が悪かったからとかね、現場の職員が悪かったとか、郵便局長が悪かったとかいうことにすり替えてるんですよ、論理を。いや、竹中が悪いと思いますよ。ですから、はい、あの雑誌によればね、郵便局長がね、だらせないからとかそういうことを書いてあるんです。現場の連中を悪く言ってるんですよ、それはダメなんですよね、うん、現場の連中じゃなくて、トップマネジメントと政治が悪くてこうなったんです。そうですね、本当にその通りです。ですから私は抗議してね、郵政をクビになったんです。霞が関クビになったのは私一人なんですよ。自信を持っていますけど。チャンスですよ今ね、こういうこと言うね。そうですよね、やっぱ反骨の稲村、反骨じゃないんです、私は自分のね良心に従って、はい、ホッテントートというピグミーというね、カラハリ砂漠の原住民がいますが、はい、非常に原始的な民族だと思われているが、そうじゃないんです。そこにことわざがありましてね、月の光が月食になると泣くなんですね、暗くなる、はい、月食の光になると、いや最初日食あって太陽がなくなると暗くなる、はい、ただ彼らはこう言うんです、月の光でと言うんです、はい、太陽がなくなれば、月の光がなくなればどうするというと、松明の光でという、はい、松明の光がなくなればどうするんだと、はい、聞くと、良心の光でという、ピグミー族のお言葉でした、はい、ですから人間というのは原始的だろうが何だろうがね、最後は良心に頼って戦わなきゃいけませんから、うん、まあ、深田さんがね、まあ、いろいろ戦っているんですけど、半導体利権と戦ってますよ。そういう意味でそれは良心が戦うと、はい、まあ、最初はちょっときついだろうけれども、はい、必ず勝てるという希望を持ってやらないと勝てない、はい、まあ、でも今、皆さん稲村先生の言う通りだったなってことで、すごく尊敬されてるんですよ、業界で。今ですね、まあ、私は尊敬の対象であるほどありませんが、何ですか、夜中弾圧を受けてね、うん、殺されるとか、そこまでやる時代もあることはあるんです、うん、ですがこの日本でね、命は取られないんじゃないかなという気はしてますけど、うん、どこかの全体主義の国ならやりかねませんが、それはないと思うんで、いやもうね、結構ね、日本浸透されてるんで、東京地検にやられるリスクはあるんですよね。ああそうですか、はい、私はその件はねよく分からなくて、訴訟戦術とかあって、まあ相手はその訴訟をね、はい、どんどん仕掛けてることはあって、ある保守系の、出版社がね、外国にいる人から訴えられて、うん、まあ、時の裁判所は管轄権が違うということで、うん、相手やったんですが、まあ、あなたの今起きてる事件なんかはそれがちゃんと門前払いできるかどうか、法律自体がその間違ってるか手続きが不完全な時にはね、負けちゃう恐れもありますが、最後は良心の光がありますから、はい、事実と意外と強くてですね、相手がいい加減なことすると
私はこの郵政民営化の問題というのは20年30年かかって私が死んでから表に出るかと思ったら何のことはね、まだ生きてる間に出ちゃってる。そうですね、よかったですね、生きてて本当に幸せなんですよ、死んでね、とか極楽からその、はい、私は極楽に行くのは間違いないんですけど、でそれからその郵政民営失敗したとか言われてもねしょうがないし、まだ生きてるからね。そうですね、死んでからね、稲村先生言ってることを正しかったな、本当だったんだみたいなね。 今頃になってね、稲村先生ってあなたは正しかったという人、うん、たくさんいるんですよ。でもね、その時私にね、はい、ただ不思議なことに私に100万円くれた人もいたんです。なあ、そうなんですか。すごいですね。やっぱりすごいもんですね。ですからね、ただある人は先ほどのようにね、なんでそこまで反対するんだと言った人もいますけど、やっぱり苦しい時の友達は友達だという実感、そう思います。いやでも私もね、半導体企業、半導体ね、外資台湾企業を誘致するっていうことをもう多分最前線で一番反対してるんですけれど、応援してくださるあの半導体の会社のね社長さんもいてですね、まあお客様だから表立っては批判できないんだけれども、深田萌の言う通りでそのまま外資誘致してね、日本の技術を上げると日本の半導体産業全体が将来的にはダメになることは間違いないってことをおっしゃってるんですよ。でもそういうね、やっぱり郵政民営化も民営化しただけでそのね、で皆さんで、ね、国民が一生懸命貯めたお金で投資した漢方の宿とかそういったものを二束三文で売るとダメになるのって見えてましたよね、あれはね。そうですね、まあ、見えているんだけども、ある種のプロパガンダでね、はい、事実と反することをやるとみんなそれに飛びついちゃうんですよ、うん、まあ、プロパガンダ、日本人は、まあ、日本人だと人間自体がそうですが、はい、苦しい時はですね、天からお金が降ってくるというのを信じることもある、うん、そういうことは起きないんです。例えば人間があの空を飛んだとかね、エンジンなくて飛べないのに飛んだとか、そういうことを信じることがありますので、まあ、このコロナ禍の中で何が事実か、サイエンスかというのはやっぱりよく考えないと。あの時だとね、私ね26、27だったと思うんですけど、当時あの、ね、小泉元首相が靖国神社にその、ね、参拝に行っただけで、あ、彼は愛国者で素晴らしい人なんだとか言って、身を切る改革とか言って、その身を切る改革の意味がよく分からずに国民が身を切ってるだけだったっていうことなんですけど、うん、やられましたね、プロパガンダで。そういうことで、まあ、その今の政治家の方がね、ご本人はどうだか知りませんが、その周りにはその本当に悪魔のようにね、ある種の手先だと思うんですけども、うん、グローバルなそういう集団があることは間違いないんですよね、うん、例えばその最近話題になったのはそのリセットというね、はい、ダボス会議の本なんかありますけど、グレートリセットですね、ああいうその指南書をね、うん、書いてその通りやるんだという人たちがいることは事実で、うん、私東京でもそのダボス会議の関係者なんかにも会ったことありますけど、うん、まあ、ある種のカルトだなという気は していまして、まあ中国とかね、大変な影響があって、まあ、日本はまあドネミアと中国に移っちゃったとかね、うん、ありましたけど、まあコロナがあって、まあ、いろいろリセットすると言ってますけど、もうちょっと時代遅れになったかなと思って、私はコロナの後はもっと素晴らしい未来が開けるんじゃないかと逆に期待してます。そうですかね、このコロナでなんかワクチンパスポート的なものが発行されるとそれはそれでやばいかなと思っているんですけれども、まあでも良くなればいいなというふうに思っています。うん、もう自由になるというかね、そのある種嘘がバレてきますので、うん、まあ嘘はかなりバレてきてますよね、ですから、はい、そういうことが起きるような気がしますね、はい、まあまあ、はい、この話は先が、はい、わからないんで、はい、ここでやめましょう、はい、ということで、今回はに郵政民営化を失敗だったというお話についてお伺いしました。完全な失敗だったと、こう完全な失敗だったということでお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。